はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたにですね、健康のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、いただいた質問に対してお答えできればと思います。はい、まあ、なぜコンビニ食は体に悪いのかというような質問なんですけども、まあこれはですね、まあ、なんとなくコンビニで売ってるものは体に悪いっていうことをですね、こう考えられてる、思われてる方はですね、多いかと思うんですけども、今日はですね、それをこうもっと分かりやすくというかですね、しっかり納得していただきたいということで、お話しさせていただければと思います。はい、そんなこう細かい話ではなくって、体のですね、健康の本質っていうことを考えると、コンビニで売ってるものっていうのは、まあ、体に悪いっていうことをすごく簡単に理解することができるんですね。じゃあ逆にどういったものが体にいいのかっていうことを理解すれば、じゃあこういったものを食べればいい、こういったものは食べない方がいいっていうこともですね、すごくこうシンプルになりますので、ぜひですね、まあ、このお話聞いていただいて、もっとシンプルにですね、健康について考えていただければと思います。はい、でまずですね、そのコンビニで売っているものっていうのは、簡単に言うと腐りにくいものですよね。腐りにくいものというか、まあ、腐らないものですよね。はい、まあ、コンビニで売っているものっていうのはですね、まあ、基準があるんです。はい、コンビニで売る基準、売られる基準っていうのは、まあ、真夏の炎天下に1日置いても腐らないっていう基準があるんですね。はい、ってことはですね、ありえないじゃないですか。普通真夏の炎天下に置いておいたら、まあ、腐りますよね。でも腐らないっていう基準があって、腐らないものじゃないと置けないっていうような基準があるんですね。はい、ってことはそれって食べ物ですかっていうことなんですね。じゃあなんで腐らないのかっていうとですね、例えば防腐剤だったりとか、例えばトランス脂肪酸だったりとかっていうものが含まれているんですけども、まあ、防腐剤っていうのは分かりやすいですよね。まあ、腐らないようにするためのもので、トランス脂肪酸っていうのはですね、まあ、サクサク感をですね、こう維持するっていう風に目的で使われるんですけど、例えばビスケットがこう湿気ないようにとか、パンも湿気ないようにするようなものですね。まあ、分かりやすく言うとマーガリンだったりとかするんですけども、じゃあなんであれはサクサク感とかですね、こうふにゃってならないとかのなのかというとですね、まあ、サラダ油に水素を添加したものになるんですね。はい、まあ、これはちょっと難しい話になるんですけども、水素を添加したっていう風になると、酸化しなくなったんですよ。酸化しない油です。酸化しない油っていうことは傷まない油ですよね。なので食品業界からすればすごく素晴らしい発明だったわけですね。トランス脂肪酸っていうのは、まあ、湿気ない、ずっとサクサク感がこう続く。はい、でもそれっていうのは何かっていうとですね、まあ、プラスチックの状態なんですね。シリコンコーティングされた状態です。プラスチックって傷まないですよね。ずっと置いといても傷まないですよね。だからトランス脂肪酸で入っている食べ物っていうのはシリコンコーティングされてますから、だから腐らないわけですね。ずっとサクサク感なんですよ。カビないパンとかですね、ずっと湿気ないパンとか、まあ普通に考えたらありえないですよね。はい、ありえないんですよ。でそういったものが、まあ、コンビニでは売られているわけです。なぜかというと真夏の炎天下でも、まあ、傷まないようにするためですね。じゃあそういったものを食べたらどうなるかっていうとですね、まあ、簡単な話、消化にすごく負担がかかることは分かりますよね。じゃあプラスチックが体の中に入ったら消化しづらいですよね。でもやっぱり便として出すためにはやっぱりある程度分解しなきゃいけないわけですよ。すごくエネルギーを使うんですよ。すごくエネルギーを使います。で体の中では、じゃあ体の中っていうのはシンプルに考えると酵素っていうものが働くんですね。はい、酵素、これはだけはですね、理解していただきたいんです。もう体っていうのは健康イコールもう酵素の働きなんですよ。もう栄養とか内臓とかですね、何も気にせず酵素だと思ってください。酵素で、酵素っていうですね、体の中に、まあ、酵素っていうですね、働く人たちがいます。はい、人ではないんですけど、酵素がですね、食べ物が入ってきたら消化します。消化と代謝をするんですね。消化っていうのは分解して体の中にしまうもので、代謝っていうのは悪いものを捨てたりとか、あとは消化して細かくなったものを叱るべきところに使ってですね、修理したりとかするわけです。なので修理と後片付けが代謝です。で、消化酵素っていうのは分解する。だから消化ばっかりにエネルギーを使うとですね、こっちにばっかりエネルギーを使っちゃうわけですよ。なので代謝の方があんまり使えないわけですよね。ってことは体の中で修理することができなかったりとか、
あとはゴミを捨てることもできなかったりとか、あと代謝っていうのはエネルギー代謝っていう言葉もあるくらいで、分解したものをちゃんと取ってきてですね、分解してしまったものを取ってきてエネルギーに変えなくちゃいけないのに、消化にばっかりエネルギー使ったらエネルギーも代謝できないわけです。なので食べ過ぎると元気じゃなくなるっていうのはそういうことなんですけども、じゃあコンビニで売ってるもの食べたらどうなるか、消化にばっかエネルギーきますよね。代謝に使えないじゃないですか。ってことはゴミを捨てることができない、ってことは病気になったりとか、例えば今流行ってる花粉症とか鼻炎とかもそうですよね。便とか尿で出せない分ですね、こういうところで出てくるわけですよ、くしゃみとか。でそれに対して薬で抑えていて、出そうとしてるのに薬で抑えてる、まあ、全くもってナンセンスなことをしてるわけですよね。なので体の中の修復もできないですよね。例えばじゃあ筋力トレーニングをして筋肉が傷ついたところを修復することで筋力がつくはずなのに、食べ過ぎることで筋肉がつかなくなるということも分かりますよね。はい。でかつですね、消化ばっかりしまうことばっかりしてエネルギー代謝しないですから、なのでエネルギー代謝しないということで元気も出ないですし、まあそういったものが溜まり続けるわけですよ。ってことはまあデブになるってことですね。はい。っていったところで、コンビニの売ってるものを食べるということは消化にばっかりエネルギー使いますから、病気にもなりますし、アレルギーにもなりますし、元気も出ないですし、デブになるっていう感じですね。はい。そんな感じでですね、酵素っていうことを理解していただくとすごくシンプルに考えることができると思います。なので消化にあまり負担かけずに代謝にですね、しっかりエネルギーを使うっていうのが、要は例えばファスティングをすることによって消化にエネルギーは全くゼロになりますよね。なので代謝にばっかりエネルギーが使えますから、どんどん自然治癒力が高くなっていくんですね。でかつ元気だっていうことも分かりますよね。代謝ができるわけですから。で普段食べるものっていうのは消化にいいものを取るんですね。まあ分かりやすく言うと発酵食品ですよね。発酵食品っていうのは分解されてますから消化にエネルギーを使うことが少ないわけですよね。でよく噛むこともそうじゃないですか。よく噛むことによって消化酵素、消化にエネルギーを使いすぎないことになりますよね。あとは食べ過ぎないことですよね。はい。っていったことを気をつけていただくとすごくシンプルにですね、体って健康になっていくのかなというふうに考えています。はい、今日はまあコンビニ食がなんで体に悪いのかっていうことをですね、踏まえてですね、健康に対するお話をさせていただきました。もしですね、ご質問とあれば下に ホームページのリンク貼っておきますので、ぜひご質問ください。またですね、ホームページの方にですね、健康的なレシピの紹介だったりとか、不定期で行っていますので、そういったところもご覧になっていただければと思います。はい。またですね、次回以降も健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひですね、 YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。